戸郷選手の同点ゴールで勝利を導くことができました。自身のゴールシーン振り返ってみていかがですか？はい、あれは練習でもやってたシーンなので、ニアで触るっていうのを意識してて、まあ、いいボールが来たので本当に触れてよかったなと思います。今日は新潟に先制されての勝利という試合でしたけれども、試合全体振り返ってみていかがですか？今日は試合前から、絶対に勝とうっていうのはみんなでやってましたし、まあ、今週の練習でも意識して本当に全員が取り組んでたので、その結果がこの2対1という結果につながったのかなと思います。戸郷選手のゴール久しぶりに見させていただきました。嬉しかったですか？嬉しかったです。そうですよね、まあ、そんな中、今代表組不在の中でカップ戦戦っています。そのあたりはご自身いかがでしょうか？まあ、去年も同じような状況ではあったので、メニーナのみんなも含めてベレーザというチームなので、そのどんな状況でも勝つというのがベレーザのサッカーなので、そこはメニーナも含めてみんなで勝ち取れた勝利かなと思います。カップ戦はまだまだ続きます。改めて今の思い、意気込みをお願いします。まあ、どの試合も負けられないんですけど、本当に今は崖っぷちというか、チームが全員で協力しないと勝てない状況でもあるので、全員で練習からしっかり意識して勝ち点3を残り全部取れるようにみんなで頑張っていきたいと思います。